俺が高校2年生の時、クラスメイトの M 子が他界した。原因は白血病と言われていた。彼女の家は千葉県の市川にあり、電車で1時間以上もかけて葬式に出向いた。俺は、M 子とは大して仲が良くなかったこともあり、証拠を済ませると早々と家路に着いたが、仲が良かった生徒たちの何人かはしばらく残っていたようであった。クラスは深い悲しみに包まれたが、次第に元の明るさを取り戻し、一女生徒の死はいつの間にか忘れ去られていった。そして今振り返れば、瞬く間の3年間は過ぎ、俺は高校を卒業した。もはや俺の頭からは、若くして一生を終えた女性のことはすっかりなくなっていた。俺はその後、大学生活を経て就職し、それなりに忙しい日々を送っていたが、ある時、高校時代のクラスメイトと偶然再会した。彼女の方から声をかけてきたのであるが、彼女は高校時代からのぽっちゃりした顔からは、想像もできないほど痩せており、声をかけられなければ、多分わからなかっただろう。いや、痩せたというより、やつれたというのが正直な感想であった。懐かしいね、と軽い挨拶を済ませた後、せっかくだから少し話そうということになり、近くの喫茶店へ入った。現在の状況など、お約束の話を一通り済ませると。ねえ、M 子のこと覚えている？と彼女は聞いてきた。M 子？ああ、白血病で亡くなった M 子ね。そうそう。同時に彼女が M 子と仲が良かった生徒であることも思い出した。かわいそうだったよね。うん、実はね。彼女は顔を深刻そうにしかめた。実は彼女、白血病じゃなかったのよ。へえ、違う病気だったの？俺は彼女の話に、特に興味を示さなかった。正直に本当の死因を知られたくないようなことは、まあまああるからだ。しかし、俺の気持ちとは裏腹に、彼女は顔より一層深刻そうにしていった。ちょっと聞いてほしいのよ。うん、別に構わないよ。今日はすでに仕事は終わっている。俺は彼女のただならぬ雰囲気を感じ取った。彼女の話した内容は、およそ次の通りであった。おととしの暮れ、突然 M 子の母親から連絡があって、M 子の7回忌に来てほしいと言われた。ぜひにというので、仲も良かったことだし法事へ参加した。この法事は M 子の7回忌だけでなく、M 子の父親の1回忌でもあった。法事が一段落すると、M 子の母親に折り入って話があると言われ、二人だけで家の一室に入った。そこは、かつて M 子の部屋であった。少しばかり M 子の思い出を語った後、母親が意外なことを言い出した。いわく、M 子の死の真相を聞いてほしいと。そして母親は話し始めたが、二子と三子と話した時、緊急の電話が入ったと親族から呼ばれ、母親は話を中断せざるを得なかった。再び部屋に戻ってきた母親は、詫びを言ってから話を始めようとしたが、親族の子供が突然引きつけを起こしてしまい、またもや続きを話すことができなくなった。結局、その日は時間切れで、話は後日改めてということになった。彼女はここまで話すと、ふっと息をついた。時間は大丈夫？俺は、いつの間にか M 子について、興味が湧き上がっていた。大丈夫だよ。それからしばらくは、M 子のお母さんから連絡がなかったの。こっちから連絡するのも何か気が引けて。うん。俺は相槌を打つのみであった。私もそのことは忘れていたんだけど、去年、連絡が来たの。一年ぶりくらいにね。それで、また M 子の家に行こうとしたのよ。その後、彼女は次のようなことを話した。約束した日に彼女は急用が入り、M 子の家に行けなくなってしまった。彼女は電話で話せないかと聞いてみたが、どうしても会って話したいという。日を改めて、彼女は M 子の家に向かった。そして M 子の母親は、まずこの話から聞いてくれと口を開いた。実は M 子の死は予想外のことで、母親は見取ることができなかったという。亡くなった旦那さんが M 子を見取ったのだが、しばらくして、旦那さんから M 子の死因を知ってほしいと言われた。しかし旦那さんがそれを話そうとすると、ことごとく邪魔が入り、なかなか聞くことができなかった。ついに死因を聞いたのは、旦那さんがそれを喋ろうとしてから実に半年以上も経った後だという。旦那さんは、その翌日に急死した。そして、いよいよ本題に移ろうかという時、来客があった。無視できない人らしく、母親はしばらく応対して、
彼女の元に戻ってきた。この時には彼女も何かあると思い始めていた。母親は彼女の前に座ると、どこまで話しましたっけ?と聞いた。旦那さんがお亡くなりになったところまでです。と答えると、母親は、あら、そんなところまでお話しましたかしら。と意外な顔をしたのである。もう、気味が悪くなっちゃってね。それで、話は聞けたの。彼女は首を振った。その後、なぜか M 子の思い出話になっちゃったのよ。自分でもわけがわからない。気がついたら夜になっていて、家に帰った。結局、聞けずしまい?彼女はしばらく沈黙した。俺は、すっかり冷めたコーヒーを飲み干すと。場所変えた方がいいかな。時間が経ってるし。と言った。彼女も賛成し、腹も減ったのでファーストフード店に行くこととなった。席を立ち会計を済ませ、店を出る。移動中に俺の携帯が鳴った。友達が事故に巻き込まれたので至急来てほしい、という連絡であった。彼女の話には後ろ髪を引かれたが、現場へと向かうしかない。彼女は絶対連絡すると言ってくれ、その場を後にした。友達の事故は大したことはなかった。二日後、家に彼女から連絡が来た。実はね、あの時は言い出せなかったけど、M 子のお母さん、あの日の数日前に亡くなったのよ。え、俺と話したあの日の?そう。そして亡くなる前の日に私、M 子の死因を聞いたの。ついに。で、その話、やっぱり聞きたいよね。俺は少しばかり躊躇したが、確かに聞きたい気持ちはある。でも話すな。と、きっぱり言った。いいか。誰にも話すんじゃない。忘れるんだ。ありがとう。彼女の声は少し安堵したようであった。でも、M 子の弟にだけは話さなくてはいけないと思う。やめておけ、忘れろ。でも、たった一人残った、M 子の家族よ。知らない方がいいこともある。今度ばかりはその方がいい。うん。彼女との会話はそれで終わった。俺は一抹の不安を隠せなかった。M 子の弟はすでに成人であるし、家族の死について疑問を抱いていてもおかしくない。俺は彼女に電話をしてみた。彼女は M 子の弟に会ってはいるが、その話はしていないと言った。俺はくどいほど念を押して電話を切った。その後も彼女と連絡を取ろうとしたが、携帯を持っていなかった彼女とは連絡が取れなかった。それから1ヶ月ほどしてからのことである。彼女の死の知らせが来た。彼女が M 子の弟に何を伝えたのかはわからない。